日本福祉大学は愛知県北郡三浜町奥大江前35-6に本部を置く日本の私立大学である。1957年に設置された。大学の略称は福祉、福祉大、被服、被服大。日本で最初の福祉大学として1957年に設立。戦前からハンセン病療養所や個人院を運営していた大情報音階。 後の秋の理解の理事長で、愛知県社会事業協会理事の日練習僧侶、鈴木修学によって1953年に設立された中部社会事業短期大学がその前身である。福祉の大学としては一番歴史が古く、2014年に創立60周年を迎え、2017年現在、八学部10学科を要する福祉系総合大学となっている。 また地域貢献を謳っており、設立当初より愛知県から地盤を移していない。日本社会事業大学とともに日本の福祉教育の草分け的な伝統校であり、国家資格の社会福祉士や精神保健福祉士は日本社会事業大学、東北福祉大学とともに福祉三大学として多くの合格者を輩出している。万人の福祉のために真実と慈愛と献身を 三浜キャンパス、半田キャンパス、名古屋キャンパスこの他に、三浜キャンパスと、JR 竹豊駅、名鉄と小名駅、半田キャンパスと、JR 亀崎駅、名鉄千と半田駅、JR 刈谷駅にそれぞれ通学支援バスが運行されている。通学家庭通信家庭海外の協定広告内の協定校、ありがとうございます。